オープン戦、巨人2から3ロッテ、19日、東京ドーム。巨人は、打線が11安打を放ちながら2点に終わり、1点、及ばなかった。新助っ人や坂本不在で、つながりを欠く打線。その中で、ベテラン、中島が2安打を放ち、一塁手での開幕スタメンに一歩、前進した。ドラフト5位、秋広は2軍降格となったが、昨季復活したベテランが開幕に合わせて、状態を上げてきた。吉川も9回に、適時三塁打を放つなど、マルチ安打で、存在感をアピールした。先発の菅野は3回1安打無失点の好投で、開幕へ、不安なし。これで対外試合4度の登板で、計13イニングを無失点となった。